マグマハンドは、その、忘れた。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。んで、あっこにびっくりマークがあるってことは多分、姉小屋ね、やっぱり。ほい。助かったよ、アイナ。よく魔物たちを追い払ってくれたね。敵の中にいたあの氷の腕は、氷河魔人のものに間違いなさそうだ。あ、やっぱり、その、ボスたちの腕の一部ってことなんや。これは溶岩魔人と氷河魔人が完全に手を組んだってことだね。これはいよいよグズグズしてられない。早いとこ奴らに対抗する最強の兵器を作り出さないといけないよ。マグマハンドは、その、忘れた。なんとかなんとかっていうやつの腕なんだ。ところでアイナ、あんたまた新しい旅の扉を手に入れたんだろう？そう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 。氷河魔人の腕？あれを倒したときに。それを使ってあんたに行ってきてほしい場所があるんだ。それは発明箱のラライが生前研究所として使っていたガライの町の跡地さ。そこにならラライが発明しようとしていた魔物を倒す最強の兵器の手がかりがあるはずだ。町跡やのに大丈夫なんかな。正直気は進まないけど、ここまで来たらもう背に腹は変えられない。ラライの発明の記憶をたどって兵器を開発するのはもう限界だからね。頼むよアイナ。新しく手に入れた旅の扉を使って、ラライの研究所から、ラライの研究記録を探してきておくれ。コンパスに目的地が表示された。お、ということは、今回から新しい場所での、クエストがメインになると。旅の扉。はい。設置したはいいんだけど、みんな行くよ。はい。アイナ、私は信じてるわ。あんたと姉が組めばすごい兵器ができるって。さあ、魔物との戦いもいよいよ大詰めね。私でよければいつでも手を貸すわよ。どうなの、アイナ。私の力が必要かしら。そう、必要。ふふ、そう言ってくれて嬉しいわ。さあ、アイナ、一緒にお出かけしましょう。お出かけなんて可愛いものではないけれどね。なんだ、風呂に入ってるぞ。今お風呂の中で着替えた？アユナ、お前には頼ってばかりですまねえが、姉子のことよろしく頼むな。さあ、もうここまで来たんだ。俺だってやるときやるぜ。どうだ？素材集めや魔物退治に俺の力が必要か？お、もう開き直り始めたか？ただ、途中で頭が痛くなるかもしれねえ。遠くには行き過ぎないようにしようぜ。旅の扉だからね、実際の距離はすごく遠いと思うんだ。マイラとガライアの地にはたくさんの強力な魔物たちが住んでおる。噂では4体の巨大な魔物がおり、倒せば魔物が作った家具が手に入るという。溶岩魔人とは関係がないが、お主が行くなら共に挑んでみたいものだ。なんだそれ。と、そんな話はともかく。どうだアイナ、場所の力が必要か？ほいほい。うん。最近の魔物は手強いが、力を合わせれば必ずなんとかなるであろう。さあ、これで、三人が一緒に来るようになった。姉子は来んのよね、今回は。なるほど。じゃあ、旅立とう。さあ、みんなで、次の、土地へ。ほい。んで？あっちの方向に、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。お、スライム現れた。てか、ちょっと待ってね。光の剣。こっちに切り替えとこ。じゃ、この辺のさ、薬草のもとを。さあ、みんな。ああ、やばい。眠る。は、なに。ガライの街中の敵を倒せ。なんか、いきなりあんなもん現れたけど。ちょっと待って。あ、こいつらもか。とりあえずあのでかいやつ仕留める私は。この辺。もうね、私、この大砲を作ってから大砲使えるぞっていうことで。うわー、やめてくれい。ちょっと大砲置く場所が減るでしょ。うわー、ちょっと待ってね。あ、なるほど、そういうこと。雪が払われただけなのね。じゃあちょっとこれをドン。はい、使う。ちょっと背後から近寄ってくんのやめよう。
そういうのやめよう。大砲片方壊したでしょ、誰か。両方壊した、もしや。ちょっとここでごちゃごちゃすんのやめてよ。あ、あった、両方。へい、使う。私こっちに集中するからね。集中できるかわからんけど。あ、とりあえずあの攻撃ではこの大砲は壊れない。やったね。あ、てか何、ガーゴイルたち倒したの？やった、みんな強い、さすが。あの腕の方にもちょっと攻撃仕掛けに行っていいんだよ。何登ったり降りたりしてんのか知らないけれど。へいへいへい。さあ使う。ほらほらほら、2つ同時に使ったら。でもさ、あの山を降りようとしたらさ、速攻でこれ出てきたじゃん。めっちゃびくったよね。お、あとちょっと、あと1回か2回ぐらいかな。さあ行け。どうよ。やった、行った。やった、行ったよ。え、まだいる、もしかして。よいしょ、とりあえず回収するよ。あ、まだ2匹いるじゃん。ちょっと待って、何がいるの。とりあえず、あ、ここに、命の木の実。あ、こいつか。ちょ、待ってね。はぁ、よーし。この辺見て見て、ほら。雪が払われる。そして現れる氷の床。イエーイ。何、まだいる、なんか。あと1匹。あ、あれじゃん。ちょ、お前さぁ。お、なんか倒れてるよ、これ。返事がない。ただの鉄くずのようだ。ただの屍みたいな言い方しないでよ。あ、やっつけたんかと思った。まだなんやね。あーとりゃー。やった、ガライの町を救った。イエーイ。ガライの町救ったよ。え、救ってる本当に。返事がない。ただの鉄くずのようだ。あ、あっこになんかギギギギギギって言う。待って待って。あ、これ、こっから入るんかな。バリケード張ってるけど、思いっきりブリザードいるよ、中。え、これ敵でしょ？敵だよね。ほらほら。こいつ。こいつは鉄くずじゃない？お前、誰だ？そうか。ラライ様の助手だったアメルダの。お、知っとるんや。すまない。私が守っていたマシンパーツは魔物たちに奪われた。代わりに、これ持っていけ。ダメだ、私、もう。壊れる、ギギ。アメルダ、ラライ様、愛した人、守ってやってく、ギギ、ギギギギギ。あ、なるほど、そういうことね。ラライの研究記録を手に入れた。恋人かなんかやったってことかな。これで、ギギ、ギギギギギ。とりあえずまだ鉄くずにはなってないみたいやけど、修理してあげられんのやろうか。さっきからちょっとこれ気になっとった。宝箱は空っぽだった。どうやら魔物たちにも釣られてしまったようだ。なんだと？これのことか、持ち去られたものって。わぁ。あ、やっつけようと思ったのに全然意味なかった。うわ、すごいね。雪超積もっとるやん。そういう問題じゃないって。これ、ノートに文字が書き殴られている。読んでみますか。ほい。ついに、念願だったマシンパーツが完成した。あんなに悩んで作り出せなかったのに、今は頭が冴え渡っている。発明が湧いてくる。こんなことなら、もっと早く、こうするべきだった。うひゃ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 、うひゃひゃひゃ、うひゃひゃひゃ、うひゃ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 。途中から壊れている。とても正気で書かれたものとは思えない。アユナはそっとノートを閉じた。え、これがラライとかいう人？怖っ。え、もう完璧狂っとるよね。大丈夫っすか？まあ、もう死んだ人だ。そうだけれど。あ、じゃあちょっと帰ろう、みんな。みんな帰ろうはいいんやけど。さっきさ、私いっぱい大砲撃ちまくったじゃん。あ、すごいね。何も壊れてないんや。その辺素材が壊れとったら回収していこうかなって思ったのに。そんなことを考えながら戦うなって。じゃあ、キメラの翼、帰ります。キメラの翼を使って拠点に帰りますか。ほい。はい、帰還。さあ、みんなとの冒険が終了した。アメルダ。おお、超埋まってる。そうかい、研究所が魔物どもに。
それはひょっとすると魔物どもに先手を取られたのかもしれないね。奴らまさかもうララリの発明品を手に入れて。いけない。こうなったらすぐにでも持ってきてくれた研究の記録を読み解かないと。アイナ、早速ララリの研究記録を渡しておくれ。依頼主に渡しますか。はい。はい、あげる。ふんふん、ふんふんふん。アイナ、こりゃすごそうだよ。あいつの発明は前に話しただろ。炎と氷を合体させて爆発的な力を得るって依頼。得るって技術さ。これはその発明をさらに発展させて最強の兵器を作るための開発メモみたいだ。あいつは結局炎と氷の合体を自分の力だけじゃ実現できなかったけど、ビルダーであるあんたの力があれば私たちでもなんとかできるかもしれないね。このメモを完全に読み解くのは私には荷が重そうだ。でもなんとかしてみるよ。ありがとうアイナ。メモの解読までもう少し待っていてくれ。やっぱりこういう発明品とかってさ、人がパッと見てすぐにわかるような書き方はしてないんかな。暗号で書かれとるとか。お、クエストコンプリート、魔法インゴットゲットってことで、はい、ほい、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今回あの大砲は周りを破壊することなく氷河魔人の腕か、あれだけにクリティカルヒットしとったんやね。やるー。